本当にそれでいいのですね。もう一度念を押しておきますが、その方法はあなたが新しい神になるということなのですよ。それではかつての記憶を取り戻すためにこの知恵の実をお食べください。そうは言っても決まってしまったからには仕方があるまい。とにかく今回の祭りでサタン様の生贄に選ばれたのはお前ではなくお前の弟なのだから。父さんだって今回こそお前なら選ばれるって大丈夫だって言ってたじゃないか。あの儀式の生贄に選ばれることは最高の栄誉なんだよ。それにうまく儀式で生き残れればあのサタン様の永遠の魂が手に入るかもしれないんだ。それなのによりによってあいつが生贄に選ばれるなんて。どうやら何か思い出したようですね。大丈夫？お兄ちゃん。さすがはメフィスト様の魂を受け継がれし次世代のハッサタン様。それではあなたに本当にこの世界の新たなるハッサタン様になられる決意があるのかどうか、ここでじっくりと見物させていただきましょう。さあそこにいる大邪神たちを滅ぼし、この世界の封印をもう一度元に戻すのです。どうしたのです？やはりあなたにはそれだけの覚悟はないということなのですか？どうしたんだよおい。俺たちに気なんか使わなくったっていいんだぜ。そうですよ。僕たちが全員死ぬこと自体が、もっともこの世界を確実に安定させる方法である以上、この選択も致し方ありません。それにあなたがこの世界の新しい支配者になられるなら、少なくとも今までよりは白き羽の人々の暮らしも楽になると思いますし、第一この方法が一番犠牲者の数が少なくて済むと僕は思うんだ。気にすることなど何もあるまい。お主がそういう選択をしたのももはや致し方のないことなのじゃから。じいさんたち、ちょっと待てよ。何も、みんなが全員でこいつに殺される必要はないぞ。話は分かったが、要はこの中の誰か一人でも死ねば
この世界も完全には崩壊しないってことだろ。だったらお前が本当に時代のサタンとなるべき器かどうか、この俺が試してくれるぜ。天界の玉座にある七つの封印が解かれない限り、世界は悪しき状態のままに継続する。神の子羊が順次その封印を解いたとき、さまざまな災いや死、闘争などが世界中へと広がる。地上が未曾有の混乱と災厄に見舞われる。そして七人のラッパが天使たちによって順次吹き鳴らされる。世界の崩壊を食い止めていたタガが外れて、終末の災いが加速度的に世界を襲い始め、ついには七頭十角の火のように赤い竜と悪魔やサタンと呼ばれる者が現れ、天界を代表する戦闘天使ミカエルたちと戦う。本来この広い世界には善も悪も存在しません。しかし全てのものには光と影があるように、善と呼ばれる考え方を存在させるためには、悪と呼ばれる考え方を無理にでも作り出す必要性があったのです。そこでこの世界唯一の神、その善神と悪神の2つの素顔を使い分けるために、黒と白の大天使をお作りになられました。本来エンジェルとはマーラークという神の影なる面という意味を持つことだ。俗に人々から恐れられているゴッドと呼ばれていた大悪神と、サタンと呼ばれる大善神とにご指示を出されているお方は全くの同一人物。そのお方こそこの宇宙をお作りになられた創造主であり、この世界唯一の神なのです。そもそもハッサタンとは、神が地上の人々を監視するために使わした検事総長を意味し、その意味ではただの役職名に過ぎません。ベリアルサタン、ベルゼブブサタン、メフィストサタン、彼らはいずれも神自身が人々を監視するために使わした選ばれし者たち。時代のサタンとなるべきあなたが、その新しき世界を任せる人物に真にふさわしいかどうか、神は試されているのですよ。我が名、完全なる戦闘神と謳われ、戦争を司る大天使ミカエル。今こそ我はその完全なる記憶を取り戻した。唯一の神に忠実に仕えし者、新しき世界を創造すべき時代のサタンとなるべき魂を持つ者よ。
いにしえより伝わる絵にしにより、我が今こそその力を試そう。やめて。仲間同士で争うなんて、そんなのひどすぎるわ。俺の本当の名は懺悔を唱える大天使ウリエル。どのみちこの世界はすでに崩壊しちまったんだ。こいつがお前を新しき世界の創造主にするための試練だって言うなら、遠慮なく行かせてもらうぜ。やっぱりな。あんだけ強さや力にこだわってたこの俺が、なんでかな、負けたってのにちっとも悔しくないぜ。今度は僕の番だね。僕の本名は高貴なる死の大天使サリエル。人は目の前の逆境から逃げていてはダメなんだ。思い出させてくれたんだ。君に出会えたおかげで本当に幸せだった。次は僕の番ですね。僕の本当の名は復讐の大天使ラグエル。僕はあなたこそ親友セラフィムの理想を受け継ぐべき人だと。ですから手なんか抜きませんよ。
んの短い間でしたが、僕はあなたを二人目の親友だと思っています。やれやれ、やっとわしの出番か。わしの本名はすでに知っておる通り、破滅と生命の大天使ラファエル。わしをジジイと思って甘く見るなよ。何せ150億年も生きとるんじゃからな。真打ちの途上、力なき正義は無効である。正義なき力は圧政である。俺の名は最も邪悪なる大天使ミカエ。どうやら初めから俺とお前は戦う運命を背負わされていたみたいだな。だが他の連中を倒せたからといって俺たち大天使の生命力を甘く見るんじゃないぜ。俺も天界を代表する戦闘天使と謳われた以上、俺の信じる正義の力はちょっとやそっとのもんじゃないぜ。笑っちまうだろう。